全盲のバングラディシュ人は日本で盲学校の教師として働いています。彼が関心するきめ細やかな日本、ここにねギザギザがついてますね。これシャンプーですよというのは分かります。教えてもらった時に本当に感動しましたね。趣味はマラソン。非常にボランティア精神の強い方が多いと思いますので、日本だからこそだと思いますね。